Good morning. 今日はもう起きてます。素焼きナッツメンズウェア百年史。レスカのメガネに土入りカラーレンズ入れました。ミディアムグリーンにしました。でこの鼻当てがね、結構これレスカ広くってちょっとずり落ちてきちゃうんで、グローブスペックス持って行って、代官山でね、グローブスペックスになんか花盛りっていうのができるらしくて、結構レスカーはこのね、フランスのメガネで鼻のこの日本人にあんまりねちょっと広いんですよね。なので花盛りちょっと今日していこうと思います。最近筋トレ頑張ってます。みんなも頑張ろう。テイク2。最近筋トレ頑張ってます。筋トレやらないと厳しいって、危機感持った方がいいって、ジョージです。そしてアルテリアの展示会でつけたものが届きました。中をねちょっと見たんだけど、これちょっと動画にしようと思って今度開けます。楽しみ。さあ、ちょっと部屋散らかってますが、今日はちょっとウオモのスナップ撮影がありまして、今日着ていく服はこれじゃないんですが、有限にマーティーのパンツに革靴のスナップ撮影で、ウエストンのこのゴルフを合わせます。さあ撮影終了しました。ちょっとレスカのねメガネ買ったばっかだったんで、これを合わせました。鼻盛りしてなくても意外と大丈夫っちゃ大丈夫だけど、悩みどこですね。このグリーンがかっこいいですね。ジャケット着ました。アルテリアのジャケット、やっぱいいね。ベルトも新作です。有限のベルトを買いました。パンツはマーティー&サックス。よし、朝飯を食おう。最近プロテインをちょっとね買いまして、レイズのオレンジ味のプロテインと、あとは EAA、 これはトレーニング前にね飲むように、豆玉の筋トレ日記、これ見てこれ買いました。ピーチ味、これ結構美味しいですね。でグルタミン、これはね筋トレの風邪予防。あとはこのクレアチン、これもね筋トレ前に飲む、瞬発的なパワーが上がるサプリみたいです。まだねちょっといろいろ調べたてなんでね。でやっぱね筋トレしてて思ったのが、あれだね、ご飯、やっぱ米をね全然私食ってなくて、やっぱなんだかんだ米も食わないと飽きまへんでってことで、米を食ってちょっとね卵かけご飯にしていこうかな。あとサラダチキンをねちょっと大量ストックで買っといたんで、サラダを食うか、ちょっとスーパーで昨日買ってたひじきサラダに生ハムをちょっと入れて、タンパク質を摂取しようと思います。飯がかなり重要とのことでね、もっと食事をちょっとこだわってトレーニングしていこうかなと。やっぱこのレスカはね、この汗かくとちょっとこう落ちてきちゃうんですよね。やっぱ鼻盛りやろうかな。鼻盛り今日ちょっとやってこようと思います。さあこのサラダチキン2個と、ちょっと見た目めちゃくちゃ悪いんだけど、サラダに生ハムとミニトマト入れたのに、あとは卵かけご飯、卵2個入れて食べたいと思います。筋トレ YouTube。 米はね麦飯を
炊いたやつを大体200グラムぐらいですかね。200グラムだったっけ？もうちょっとかな。オッケー。卵を2個、卵かけご飯にします。テレレ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 昔の美容学校時代の同級生でね、あの美容室とかをやってるやつと飲みに行っていきたいと思います。久しぶりのなんか同期飲みみたいなね、あんまりないっすよね、そういう飲み会って。楽しみっすね。だからよし、結構やっぱ飯を朝からがっつり食うっていうのが今まであんましてなかったんで、やっぱり食わないと体でかくならないね。やっぱなんかバルクアップしないと筋肉ってなかなかつかないんだなって最近思って、食わないで筋トレだけしてやっぱなかなかでかくならないでね、痩せちゃうというかね。よし、摂取カロリーを増やします。なんか卵もね、中山筋肉の結構動画いろいろ見て今勉強してるんですけど、ゆで卵の方がタンパク質というかその吸収率かな、なんか高いらしいんですけどね。ちょっと朝は卵かけご飯が食べやすいということで、こんな感じですね。卵かけご飯結構量ボリューミーですね。いただきます。うん、うまい。やっぱ朝は卵かけご飯だね。うん、ちょっと肉体、おととい足の筋トレと尻の筋トレしたせいでめちゃくちゃ下半身筋肉痛です。筋トレが最近楽しいね。筋トレハマってる人いる？筋トレしない理由一個もないって。自分のことブサイクだと思っていいこと一個もないって。うん、目標の体はね、ファイトクラブのブラッド・ピット。食べるのもトレーニングだって。いや、もう秋だね。みんな秋冬の服とか買ってる？最近は TT の泥染めのジャケット買ってね、めっちゃいいよ。うん、じゃあまあ今日もまだ暑いからね、まだ今日も半袖かな。今日何着ていこうかな。お、パンツはこのままマーティのスラックスで履いていこう。よいしょ。
めちゃくちゃまったりしました。今日はですね、初めて暗闇キックボクシングっていうのに行ってきます。最近平本蓮選手と朝倉未来選手の試合、今結構前なんですけど、見てからね、ちょっと格闘技見るのハマってて、格闘家みたいな体になるにはキックボクシングかなと思って。昔ね、渋谷のなんてジムだったかな、キックボクシング一回通ってた時あったんですけど、その時結構ね、ずっと続かなくて、ちょっとメンタルがチキンだったんだけど、ちょっと今回は暗闇キックボクシング。 B モンスターってね、暗闇ボクサーサイズは結構行ったことは通ってたんですけど、家の近くにね、ちょうど暗闇キックボクシングってのあって、今日ちょっと初めてそれ体験していきたいと思います。そろそろね、出発しないといけないから、めっちゃ今足筋肉痛なんですけどね、ちょっと一昨日の結構あんま足トレやんなくて、やっぱ足もトレーニングした方がいいかなっていうので、この内ももめちゃくちゃ筋肉痛、しかしそこで暗闇キックボクシングでフィットネスしていきます。追い込んでいきたいと思います。でも暗闇キックボクシングやることでかなりカロリー消費量が増えるんでね、その分さらに食わなきゃなっていった感じで、ちょっとこの数ヶ月での波数肉体改造、みんな見守っててください。この T シャツパンパンの腕になるぐらいまでね、ちょっと鍛えようかなって思ってます。それは冗談です。ドウェイン・ジョンソン、ザ・ロック様、あんなになっちゃったらもう多分洋服着れなくなっちゃうんだけど、それは冗談で、なんかこうちょっともう少しね、メリハリついたボディに、メリハリボディ目指そうと思います。みんなでメリハリボディ目指そうぜ。今日は新しい香水、マリージェンヌのローズシソ、これつけていきます。いい香りなんです。すごいローズとシソが入ってるフランスのブランドなんですが、日本限定発売のローズシソ。暗闇キックボクシングの前にバナナを食べようぜ。暑いね今日も、震えるぜハート、燃え尽きるほどヒート。いや、久々の、いや久々の暗闇系のキックボクシングだったんですけど、吐きそうになりました。きつかった。いやでも暗闇ボクシングはやったことあったんだけど、キックがあるとね、結構蹴りがしんどいっすね。これはもうバキバキボディになれそうだわ。とりあえずちょっと服がもう絞れそうなぐらい汗かいちゃったんで、一回家帰って、でちょっとグローブスペックスにこのレスカのメガネ、鼻当てをちょっと調整しに行きたいと思います。レッツグローブスペックス。この有限のベルトを買いました。めちゃくちゃいいです。クラシックな雰囲気もあって、ドレスなスタイルでもカジュアルなスタイルでも合わせやすく、こういうスウェードのメッシュのブラウンのベルト探してたんですけど、なかなかいいのなくて、この華奢なゴールドのバックルもめちゃくちゃ気に入ってます。大人が今欲しい、まさにそんなレザーベルトですね。さあ、アクセサリーをちょっとつけます。トムウッドのブレスにオメガの時計、ちょっと時計時間を合わせると2時54分か。いやー暑いなー。まだね、夜の飲みまで時間があるので、代官山にちょっと行きたいと思います。ちょっとね、間で読書できたらいいかなと思って、本をちょっとね、持っていきます。ビッシュ。It's so beautiful, beautiful flower. Oh yes. Beautiful flower and flower and sky.
これは展示会に行った時にいただいたものでとても気に入ってます。いやはや、いやはや暑い、暑すぎるぜ、暑いぜ。スプレゴ、上太郎いたわ。代官山に到着です。これは代官山に新しくできた商業施設ですね。建物建築がすごく素敵ですね。代官山に来たらオフィシーヌビュリーによく来ます。フランスを感じる素敵なお店です。ここは昔よく来ましたね。懐かしいです。バブアーもできたんだね。うらら、うららです。ウーロリンチもなんかお店の内装が可愛いですね。ディセントブラック、スポーティーなシャトリエ。さあ、グローブスペックスにやってきました。渋谷もね、いいんですけど、代官山が店から近いんで、ちょっとここでフィッティングしてもらおうと思います。さあ、メガネをデュパールに変わりました。グローブスペックスさんでね、鼻パッドをちょっとつけてもらう鼻盛りっていうのをやってもらいました。で、5日ぐらいでね、受け取れるとのことで、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。なんかツタヤの方で古着のなんかイベントやってますね。ちょっと行ってみたいと思います。アオリ、なんかレディースの古着屋さんの代官山のマザーリップってお店がお盆限定でやってたみたいです。すごいいい感じのジージャンと T シャツゲットしました。古着は出会いですね。久しぶり蔦屋書店来たけど、やっぱいいところですね。夏休み使ってパリに行きたいと思います。渋谷にやってきました。さあ、今日飲むお店は渋谷のリベルタンですね。中はちょっと暗めですが、やってるかな。
予約してるんで行ってきたいと思います。天気がつきました。7時からなんですね。ちょうど今からでした。可愛いお店です。ケイブって書いてないね。一切ない。ここで合ってんのかな、本当に。ビル・エヴァンス。It's one way or the other.